今回は、A2 に昇格したガイナーレ鳥取ドリの、j 2開幕戦を見ていきましょう。補強は基本的に地元選手かユース選手を獲得し、レンタルや謎の外国人選手で補う、スタイルで進めていきます。なので、新戦力として地元米子北高校の注目選手、中田健信選手を獲得しました。スター長谷川選手の背中を見て成長を期待してます。 また、ユースからは小林誠選手がトップ昇格。若手の成長に期待しながら戦っていきます。それでは白熱の芸に開幕戦をどうぞ。